こちらホテルモントレ沖縄へ行きたいと思います。ホテル入り口押す入りまーす。それではちょっとビーチお散歩しましょうか。サディカップ、こんにちは、ノブです。ノブ沖縄情報チャンネル始まります。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報、最新情報、お得情報をお届けさせていただいてます。もしよかったら最初にチャンネル登録、横のベルボタンを押していただければ通知が届くようになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで本日は久しぶりにタイトルにある通りお泊まりです。今日はですね、恩納村までお泊まりに行ってみます。沖縄県向けに始まっている沖縄再発見キャンペーンでお安く行きたいと思います。まだですね、読谷村にある道の駅なんですけど、こちらキナバン所ですね。めっちゃ久しぶりにキナバン所泊まりましたけど、ここの道の駅の駐車場やばいですね。めっちゃいっぱいでした。ギリギリ1台だけ泊まって、ちょっと休憩がてらこちらで前撮りさせていただいております。ということで休憩も終わったので、それでは早速行ってみたいと思います。それでは出発いたします。行っていきます。ということで見えてまいりました、左方向です。こちら左側のモントレさんです。モントレのビーチはタイガービーチなんですね。左方向です、タイガービーチです。こちらです、曲がります。こちらホテルモントレ沖縄へ行きたいと思います。ホテル入り口、こんにちは。こんにちは。チェックインですか？チェックインですか？チェック入って。お泊まりですか？お泊まりです。はい、案内します。はい、上がっていきますとですね、はい、突き当たりますから、はい、手前を右に U ターンしたらエントランスです。はい。ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。バイバイ。ということで案内いただきましたが、突き当たりをぐるりと U ターンすればエントランスです。ちょっとイメージ通りですが、なんか洋館風となんか沖縄が入り混じってますね。ということでこちらとりあえず入り口につけまーす。よっこいしょ、到着でーす。ということで荷物だけはちょっと預けたので、こちら駐車場に車を入れたいと思います。駐車場はこちら、さっき見えてましたが、こちらの下側にあるようです。それでは駐車場の中へ潜入です。よいしょ。駐車場、ここが3階で駐車場が地下だけど、地下が2階なんですね。なんか高さ感覚がちょっと不思議になりそうなホテルですが、中に入れたいと思います。こっち側にもホテルのフロントのエレベーターがあるみたいなので、奥側に止めたいと思います。ということで駐車場の中に車入れました。今からエレベーターフロントの方に向かいたいと思います。じゃん。ということでこちらまだ駐車場ですか、駐車場にもちゃんとおしゃれなこんな感じでホテルモントレーっていうこんな看板もあったりしますが、ここから中に入るようです。それでは入っていきます。ということでエレベーター上、エレベーター着きました。それでは中に入って、フロントは3階ですね。3階、なんか面白いボタンが、わかりますかね、ボタン、なんかちょっと出っ張りがあるボタンです。それでは3階へ。2階3階到着です。開きます。反対だった、反対でした。ということでフロントに来ました。どこだろう、どこだろう、こっちっぽいですね。こっちかな、行きたいと思います。ということでチェックイン完了です。エレベーターに向かってお部屋に行きます。エレベーターです。8階まで上がります。8階でございます。それでは入りますじゃないや、出ます。カードキーをかざさないと入れないようです。エレベーターホールから出れません。ここにピッてしてください。ありがとうございます。開きました。入ります。こちらでございます。838、838、うん、8が2つあるから、そうそうそう、838、うん、はい、着きました。はい、ここにピッてやって OK、 よし、押す、
入りまーす。ということでチェックインしてお部屋の中に入ってまいりました。ちょっとルームツアーしたいと思います。ということでこちらベッドでございます。ベッドがツインのベッドです。今子供がめっちゃ引き出しを漁っておりますが、こちらこんな感じのなんかおしゃれな、なんだろう、絵じゃないですね、額があるような感じのベッドルームになってます。まあ、ベッドルームしかないですけど。そしてこんな感じの、なんか結構広いんですよね。ハリウッドにわざとしてくれたわけじゃないですね。多分もともとハリウッドスタイル2つくっついてる感じですね。そしてここにちょっと不思議なスペースがあって、ちょっと子供のカバンがありますが、こちらにちょっとしたソファーがあります。そしてこっちにテーブルがあって、椅子があって、でここがまあ化粧とかするような鏡がついてまして、テレビです。テレビはあんまりそんなに大きくないですね。小さめのテレビです。30インチのテレビになってます。ということで外先行きましょう。じゃん、鍵を開けてからのガガガガガンガン。ということでこんな感じになっております。外、すいません、あんまり天気が今のところあまり良くないので、途中まで今日いい天気だったんですけどね、あまり映えませんが、なかなか景色はいいですね。初めてこのホテルモントレのこっち側を見た感じがします。こんな感じの雰囲気のようです。こっちが読谷村側ですね。こっちの手前のもう一個この辺りに見えないですよね、多分灯台があるんですけど、ずっとズームしましょうか。灯台があるこちら側、奥側が残波岬ですね。そして手前が万座毛じゃないですね。万座毛はまだ来てないですね。もっと奥の女村ですね。こんな感じの景色になってます。多分こちらが教会ですね。結婚式とかもできるような感じになっております。そしてちょうどここはなんか隣のベランダが見えるような感じになってますが、こんな感じになってます。そして屋外プールもありますが、確か今屋外プールは多分クローズしているのかな。屋内プールもあるんですが別料金だそうです。ちょっと入るか子供と相談しながら、子供は無料で入れるみたいなんですけど、僕がお金いるので子供を入れようと思うと僕がお金を払うことになると思います。ちなみに1500円でプールと、あと屋内大浴場もそれで利用できるそうです。ガーデンプールはここから入ってくださいっていう感じですね。ここにガーデンプールって書いてます。それではちょっとお部屋にあるアメニティを、こちらパジャマでございます。大人用のパジャマですね。そして子供用のパジャマも用意していただけるそうです。110と130があるって言ってたかな。後で持ってきていただけるそうですが、こちらと、あと下は確か子供が空っぽって言ってましたね。空っぽですね。はい、空っぽです。あとさっき言ったようにテレビとお水はウェルコムウォーターということで、一応大人2人で予約なんで2本分用意されております。あとここは観光ガイドと、これは多分ホテルの案内ですね。そしてここはなんか開いたけど何も入ってませんでした。そしてこの下にコーヒー1人1つ、紅茶とお茶、煎茶と三品茶です。マグカップと可愛い綺麗なグラスがあります。あと下にケトルとこの氷の入れ物が準備されてます。そして冷蔵庫は空っぽです。あ、ビール1本だけ持ってきたんだ、入れておこう。それではちょっと洗面所の方に行きましょうか。洗面所の方はこちらです。なんか綺麗ですね。あとこちらにクローゼットがありました。クローゼットがこれぐらいです。しっかりと一応長いものもかけれるような場所はスペースありますね。そしてスリッパと、暗いな、大丈夫かな。あとここは何かあるのかな。何もないですね。空っぽですね。こちらは空っぽです。あとセキュリティボックスもあります。そしてこちらが洗面所ですね。まずこっちがお風呂か。お風呂ちょっと変わってますね、というか丸くなってます。子供も入りやすいですね。この腰掛けのような場所があります。そして丸見えですブラインドで隠せますけど、こちら丸見えにもできます。でシャンプーはボトルタイプで備え付けですね。モントレグループのシャンプーとかのボトルのようです。そしてなんかこのシャワーヘッドが変わってるんですよね。テレビのところになんか説明書いてましたけど、ちょっと変わったシャワーヘッドが使われてます。お風呂はこんなところでしょうか。そしてこのまま後ろに下がって、こちらがトイレです。トイレよく紹介し忘れてるんですけど、こちらトイレですね。ウォシュレットタイプの結構すっきりしたトイレですが、トイレ結構広いですね。横幅も広く取られてるんで、そして閉めると普通にこんな感じです。なんかそれなりに広々としたトイレです。そして洗面所、こんな感じのスタイルで本日は撮影しております。
タオルと、あとこれはローションとかかな、モイストミルク、そしてこれは化粧水ですね、化粧水と、あとピンクとブルーのボトルは何なんだろう、こちらフォーミングウォッシュ、洗顔料、洗顔のやつか、洗顔料なので石鹸ですね、顔洗う用の石鹸が可愛いボトルですね。そしたらこのピンクはなんだ、このピンクはメイク落としだそうです。メイク落とし専用でこんなのボトルが置いてあるのってちょっと珍しいですね。そして一応こっちに洗顔手洗い用の、まあどちらかというと手洗い用になると思いますが、石鹸もしっかりとあります。あとこの辺は普通ですね、歯磨きとこうドンにヘアブラシ、ヒゲ剃り、あとこれ髪の毛なんていうんですか、挟むやつですね。そしてシャワーキャップもあります。あとドライヤーもあって、こっちはバスタオルですね。こんなところになります。イエイ。それではちょっとコーヒー飲んでくつろいだのでプールに行きたいと思います。どんなとこなんでしょう。とりあえずそのまま洋服着たまま水が手に持って行きたいと思います。それでは行ってきます。ということで出てこちら下に降ります。2を押してください。合ってるかな、合ってるな、サンセット、あれ、あ、合ってますね。これブルーリーフっていうとこ行くんですね。こちらです。着きました。2階です。開きます。どこに行くんだろう、あ、ここか、こっちですね。んここかな、あ、ここだな、多分ここですね。ですね、こんな感じですね。ということで1人1500円ですね。未就学児は0円です。1500円だけお支払いしてこちら入ってきました。っていうかこれ更衣室ですね。こちらで屋内プールとあと温泉とか一泊なので明日の正午まで入りそうだいだそうです。それではちょっと楽しみます。屋内プールはこっちですね。こっちこっちこっちです。はい、開けてみてください。引く、横、よし、来ました。階段をさらに降りていきます。ということでプールこちらです。おお、広いですね。こんにちは。プールはこんな感じになってます。子供用のところにはスライダーもあります。こちら側の奥が大人用で、あと外にジャグジーというかあったかい場所もありました。ジャグジーかな、そんな感じです。ということでプール楽しかったです。ちょっと疲れましたが、まあそんなに長くいませんでしたが、なかなか楽しかったです。今プールから出たとこなんですけど、こんなベビーコーナーだから、あ、0歳から1歳か、うちの子はちょっと大きすぎますね。こんな感じです。こんな感じのベビーコーナーっていうのもあります。ちょっとした子供の遊び場もこんな感じであるようです。ビーチに出るときもここから着替えてここから出ればいいようですね。ということでお部屋に戻ります。ということで部屋に戻ってきてからの海、部屋からの景色でございます。ちょっとまだ日が高いですが、西日がこんな感じで、夕日がこんな感じで見える場所になります。いい感じですね。そして今日ですね、ちょっとお昼ご飯じゃない、夕ご飯ですね。夕ご飯がちょっと早めに予約してまして、5時半オープンで、オープン時間に予約すると、公式のホームページで予約するとなんと500円オフになるっていう、夕食ビュッフェが500円オフになるっていうことだったので5時半に予約してます。なのでだいぶ早めなので、もうちょっと後なんですけど夕ご飯行っていきたいと思います。そして最近のこのお泊まり動画の恒例になりましたが、食事編は別動画にさせていただきますので、また別動画でお会いしたいと思います。まだホテル編も続きます。ホテル編はですね、夕食後はまあどこまでそんなに大した動画にならないかもしれませんが、まだちょっと外の様子とかですね、明日になりますかね、明日ちょっとブラッと散歩もしてみたいと思いますので、またそちらお楽しみにください。ということで一旦夕飯に行ってきたいと思います。それではさようなら。はい、ということでお腹いっぱいになりました。夕食編は別動画でお届けしてますが、お腹いっぱいです。夕食終了です。うまくタイムラプス撮れてたのかな、食事中にタイムラプス撮ったんですけど、途中で電源落ちてしまったみたいなので、どこまで撮れてるか分かりませんが、こんな感じで夜になっております。こんな感じで真っ暗になっております。ちょっとシャッタースピードとかの設定が微妙なので暗すぎるかもしれませんが、まあ、ほぼこのモニター見てる感じ、肉眼で見てる雰囲気とほぼ同じですね。ちょっと感度が上がりすぎてるのでちょっと微妙かもしれませんが、こんな感じの綺麗な夕日、違う、夜景っていうのも変ですね。夜のホテルの風景でございます。プールサイド側の風景になります。それではちょっとゆっくりして
ってプール行ったところに大浴場があるので、ちょっと大浴場も行ってみようかなと思うので、子供が寝てからになるかな、ちょっと分かりませんが、まずはちょっとゆっくりしたいと思います。それではということで、ちょっとくつろぐと言ったらやっぱりビールですね。それではビールいただきたいと思いますということで、それではいただきます。それではいただきます。うん、うまい。おはようございます、朝でございます。こんな感じの朝の景色になっております。結局夜ゆっくりして、もうそのままなんとかゆっくりして寝てしまいました。特に大浴場もお風呂も行きませんでした。なのでこのまままた朝ごはんに行きたいと思います。ということで、朝ごはんはですね、夕食の時と同様ですね、食事編でお届けさせていただきますので、ぜひそちらの方をご覧ください。ということで、朝ごはんへ行ってまいります。ということで、朝ごはんもいただいてきました。そちらの方はレストラン編ぜひご覧ください。ということでですね、なんかあんまりこちらのホテルの紹介らしい紹介できてない気がしますが、今からちょっと外の方散歩、あとホテルの中もですね、ぐるぐるちょっと散歩していきたいと思いますので、ちょっと行ってみましょう。それではお散歩出発でございます。ということで、こんな感じで廊下が続いてます。お散歩出発です。ちなみにエレベーターが2機あって、こっち左側にもあるんですけど、この奥にもエレベーターがあってですね、レストランはこの奥から行った方が早かったです。初めディナー行くときは今のところ手前から行ったんですけど、帰るときにこちらの先の方から行って、先ほどの手前の方は使えませんでしたが、ちょっと戻ってさっきの手前から行きましょう。お散歩はこちら手前の方から行きたいと思います。それではこちらを出てエレベーターです。もう早い、もう着いた、早いですね。それでは今日こっち側からだと、多分どっかで案内したと思いますけど、レストランは3階です。でさっき言った別のエレベーター乗ると5階に直接レストランに行けます。それでは一旦フロント階3階に降ります。3階でございます。オープン、開きます。ということで、ロビー界の雰囲気です。こんな感じです。いい感じですね。そして立派なシャンデリアなんかもあります。そこにはちょっとした写真などはご自由にお撮りくださいませ。だから入ってもいいのか、ちょっとお邪魔してみようかな。こんな感じのお茶とかするような場所ですね。一応体温チェック大丈夫です。おしゃれですね。こんな感じで調度品などあります。そしてこっちがビーチで、実は部屋から見えてる方とは全然違う方向ですね。ビーチはちょっと後で出ますけど、こんな感じの外が見える場所です。なんかいい雰囲気ですね。やっぱりモントレはちょっとヨーロッパ風な感じ、イタリア風なのかな。いい雰囲気の場所になってます。これ上行けるのかな、上行ってもいいのかな、行ってみようかな。この上何なんでしょう、ちょっと上がってみましょうか。3軒でございます。お、なんか綺麗なランプかな。今上がったところから下を見るとこんな感じですね。なんかいい雰囲気のホテルだと思います。あ、そしてレストランとかはこっちからもつながってるんですね。そしてランプとかの調度品のこんなディスプレイがありますね。ディスプレイ、なんか昔のランプがいっぱいあります。いい感じですね、面白いですね。19世紀後半とかなんかそんな感じで書いてますね。そんなのがたくさん並んでいる場所がこちらにあります。反対サイドにやってきました。こんな感じの雰囲気のホテルです。それではちょっと下に置いてロビーの方に行ってみましょう。
それでは人びこりはちなみに今の場所こんな感じでアフタヌーンティーがいただけるんですね。お一人様3000円クリスマス限定のメニューがあります。そしてこの後ろがロビーですね。ロビー過ぎましたがこんな感じの雰囲気になってます。そしてロビーを過ぎるとこんなコンビニエンスストアがあります。お土産物とか売ってる感じですね。一応飲み物とかも売ってるのかな。ちょっとだけ覗いてみましょうか。ピカチュウもあります。ありますね。普通にこんな感じで飲み物とかちょっとしたカップラーメンとか向こうにジュースとかもあります。こんな感じのコンビニエンスストアでした。そしてここから上に上がるとレストランなんですが、こっちに行くとタイガービーチカフェとマリンカウンターがあるみたいなんで1階に行けばいいのかな。ちょっと1階に行ってみましょう。1階ですね。1階に行ってみます。はい、1階でございます。1階です。オープン。どっちだ、こっちなんだろう。逆が不位置なんですけど逆側もありますね。こっち行ったら、こっち行ったらなんか外ですね。ガードマンの方がいらっしゃいました。駐車場ではなそうな感じですね。それではちょっとこちらからビーチの方に出てみましょう。コインランドリーがありました。マリンカウンターはこちら右出たところですね。それでは、出まーす。お、タイガービーチカフェ。ここにカフェがあるんですね。バーベキューとかもここで食べれるのかな、夜とか。なんかバーベキューのランチバーベキュープランみたいなのもあった気もしますが。こちら、タイガービーチカフェです。そして、海。マリンショップはこっちにありましたね。こんな感じでマリンショップがあります。一応泳いでいいのかな。めっちゃ寒いですよ。まあ寒い、太陽に当たれば今日はあったかいですけど、こんな感じになってます。ちゃんと宿泊者用のタオルとかもここにありますね。こんな感じでいろんなアクティビティも用意されています。それではちょっとビーチお散歩しましょうか。なんかスロープの方からやってきましたが、こちらから出てみます。こんな感じでございます。パラソルとか宿泊者だったら使えるのかな。ちょっとその辺さっきの映像を確認してませんが、でもやっぱり遊泳禁止になってますね。寒いからかな。一応赤い旗見えますがね、遊泳禁止ですね。そしてここもですね、軽石が結構やばいです。あっちにめっちゃ溜まってますね。後でちょっとあっちの方も行ってみますが、軽石結構やばいです。そしてこう私側は以前ご紹介したことあるシェラトンがここですね。シェラトンのホテルもちょっと忘れてなければ概要欄に URL 貼っておきます。以前ご紹介させていただきました。去年の夏場かな、違う今年の夏場か、泊まりましたけど、こちらのシェラトンも結構いいホテルなので、ぜひこちらの方も見てみてください。そして軽石がやっぱり結構来てますね。この辺は軽石を多分わざと山積みにしてるんだと思いますが、元々の砂山の上に積んだのか、軽石だけでこんな山になってるのかちょっと詳細わかりませんが、結構軽石は、しかもこれわざとこんな沖の方まであるのかな。めっちゃ沖まで軽石があるんですけど、風で飛ばされてるのかな。結構な軽石の量ですね。こんな感じになってます。ということでビーチこんな感じでした。軽石ちょっとあっちまで行きましょうか。っていうかホテルの雰囲気いい雰囲気ですね。この角度いい感じでございます。ホテルモントレー沖縄です。本当にこっちやばいですね。かなりザクザクと軽石がこっち側溜まってて、もう海の表面もですね、軽石がこっち側溜まってていっぱいです。この辺の軽石被害はやばい感じです。ということで、すいません、こちらまでですねソニーで撮ってたんですけど、外出てきたらバッテリー切れになりそうなので、ちょっとこちらから iPhone に切り替えたいと思います。それでは切り替えます。ということでちょっと iPhone に切り替えました。大丈夫か、いきなり切り替えて、しかもですねマイク用意してなかったので、マイク声届いてるかな、大丈夫ですかね。ということで、この辺多分軽石がなかったらもっといい雰囲気の場所っぽい感じがするんですけど、ちょっと奥に行けそうなので奥に行ってみましょうか。めっちゃ軽石この辺溜まってますけど、風の音大丈夫かな。ここからですね、振り返るとこちらですね。こちらがこんなホテルの方で、裏になんか抜けれそうなので抜けていきたいと思います。なんか遊歩道なのかな、あ違う、ここから入るなっていうことか。すいません、行けるのはここまでだったようです。なのでちょっと戻りたいと思います。ということで、こちらさっきのビーチからこちら側行くとどんな感じになってるのかな。こっちに向くと、あここからホテルというか部屋に入っていく感じになるんですね。ビーチで遊ぶとこちらでシャワーとかがあります。こんな感じでシャワールームとかがあって、
てガーデンプール、外のプールはここから繋がってるような感じですね。そしてシャワーのこちらからホテルの中に入っていけるのかな。ここからあれかな、室内プールの方に入っていくのかな。ちょっと入ってみましょうか。正面じゃなくてこの横から入る感じでした。違うな、どこだろう、ここちょっと入ってみましょう。今の動画でこの散歩編で最初の方で降りたエレベーターですね、ここから1階まで降りてくるとちょうどこちらのビーチのところになっていて、実はここにキッズコーナーがありました。プールの後に見たのが0歳から1歳なんですけど、こちらから2歳から5歳、ちょうどさっき誰か遊んでたんですけど、ちょっと帰られたので中を映しますと、こんな感じでボールプールがありました。もうチェックアウトの時間近いので子供には内緒にしておきますが、こんな感じのボールプールで遊べる場所があるようです。それではまたちょっと見てみましょう。っていうか、もうタイガービーチ花火していいんですね。こちらのビーチの方では花火していいみたいです。それ以外の場所では花火はご遠慮くださいっていうことになってます。それでは現在地ここなんですけど、ちょっと外出てこちらのガーデンプールの方に抜けてみたいと思います。それではよいしょ。それでは先ほど行きそうになったガーデンプールの方によいしょ向かいたいと思います。夏場だとビーチとガーデンプールをこちらから行き来するような感じになりますね。そして僕が泊まっている部屋はこちらのガーデンプール側が見えていたっていうことですね。こんな感じです。なので客室がこちら側にもあるんですけど、こちらの方が僕の泊まっているお部屋のようです。そしてこちらからガーデンプールです。なんか覗けるかな、最初の時にお部屋から上から覗いてますが、覗けたらちょっと覗いてみますが入れるか。ガーデンプールですが終了いたしましたになってますが、あ、ガーデン内の散策はいただきますということで散策してみましょう。こんな感じになってます。屋外プールとビーチの遊泳は10月末で終了です。あ、お掃除されてますね。こんな感じでサンセットカフェっていうことで、あ、こっちサンセット綺麗でしたもんね。こっち側からサンセットが見れる雰囲気です。そしてここがプールです。なんかめっちゃシンプルですけど、なんか雰囲気いいですね。シンプルイズベストっていう感じのガーデンプールな気がします。いい雰囲気のプールです。あ、しかも今見えてたのこのメインプールで、こっちにウェーブプールとスライダープールがあるんだ。しかもこちら 0.45 メートルで、結構ウェーブプールもこっち浅い方にいたら浅いですね。子供も楽しめるプールですね。ちょっと行ってみましょう。あ、ウェーブプールは完全にもう水が今ないんだ。水がない感じですね。ちょっと見えないと思う。この下がウェーブプールですね。そしてこちらがメインプールになっています。上から見えてましたが、いい雰囲気です。なかなかいい感じ。そして客室はこちら上ですね。僕泊まってるのはこの上だと思います。それではちょっとあちら側、下の方降りていってみましょう。それでは下のウェーブプールの方へ。結構屋外プール、こうやって考えると広いですね。なかなかいい感じですね。ということでここがちょうどスライダープールですね。水がないですけど、こちらにスライダーがあります。スライダープールで、こっちは多分普通に60センチなので、ちょうど幼稚園児ぐらいが遊べるぐらいのプールの深さな気がします。そしてで、ここからが、こっちがウェーブプールになってますが、この130センチ以上、小学生以下または130センチ以下のお子様はメインプール、ウェーブプールは保護者同伴でお願いしますっていうことですね。でも未就学の方はメインプールはやめてくださいって書いてます。深いのでその辺はご注意くださいっていうか、やめてくださいっていうことですね。そしてウェーブプール、なんかウェーブプール、この水の抜けてる感じ、なかなか見る機会ないかもしれませんが、すいません、ちょっと風の音やばいかもしれません。なかなか面白い見栄えになってます。こんな感じのウェーブプール、水が抜けている雰囲気です。そしてこちら側はさらに浅いプールですね。確か45センチって書いてたと思いますが、バブルヒルプールっていうことで、こっちは45センチ。ちょっと見えづらいですけど、ここに45センチ、0.45 メートルと書いてます。なんかあそこから泡とかが出るのかな。ちょっとジャグジー的な感じなんですかね。でもこの広さなので、まあ普通に真水だと思いますが、ジャグジーと言っても冷たい水のバブルプールでございます。なかなか楽しそうですね。プールいい感じそう。夏場に一度子供と来てみたい気が今しております。初めてこちらモントレ沖縄宿泊してみましたが、なかなか楽しそうなプールもあっていい感じです。ということで、この向こうの海側にはちょっと出れないのかな。あ、そういえばこっちに教会もあるんで、教会行けるかな。ここからちょっと教会の方を覗いてみましょう。ある程度は行けそうな気がします。というかここ行くと教会じゃなくて下の方に降りれそうです。ちょっと時間、だんだんチェックアウトの時間迫ってるんですが、一
ってみたいと思います。と思ったらいけませんでした。閉められております。なのでやっぱりこっちはこんな感じで、ここの奥はビーチというか敷地ではないんでしょうね、まあ、国有地になるんでしょうか。ビーチの側なんで、ビーチというか多分海海岸線があるんだと思いますが、海岸線にはこちら側からフェンスがつながってそうで降りれなさそうですね。ということでこちら側から海岸線に降りれなさそうなので、教会めっちゃ裏側に来てるんですけど、こっち表の方に行けるかな。こっちから無理そうですね。かなりぐるって戻らなきゃこちらの教会には行けなさそうですね。ちょっと行ってみたいと思いますが、行けるかな。めっちゃ裏口的なのがあるけど出れるかな。こっちから今ガードマンの方が来られたんで、ああ閉まってるかな。あ、普通には出られなさそうですね。ちょっと通用口がありますが閉まってるのでちょっとやめておきます。それではぐるりと回って戻っていきたいと思います。それではプールを後にして、ちょっとこちら教会あるかな、教会行けるかな、行ってみたいと思います。多分こちら、ここ駐車場なんですけど、駐車場を抜けていくと教会にたどり着く気がするんですが、ここの歩道を歩いていけばよかったのか。ちょっと行ってみましょう。そうそうだと思うので行けるかなと思います。ということで、あ、正面に来ましたね。あ、残念ながら夕方ここフェンス開いてた気がしますが、今の時間も閉まってますね。固く閉ざされておりますが、モントレルーマーチャーチっていうものかな、ちょっと読み方わかりませんが、こちら教会になってます。なかなか雰囲気良さそうですね。ここで結婚式されるのもなかなかいい雰囲気じゃないでしょうか。残念ながら中覗けません。そこに裏から見えてましたが鐘とかもありますね。いい感じです。それでは外も一通り見ましたかね。それではちょっとお部屋の方に戻ります。ここを入っていくと部屋の方に戻れますが、なんかこんなところに屋外にもちょっとした子供の遊び場があります。なんか遊び場マップみたいな欲しいですね。探せばあったのかな。こんな感じの場所もあります。よし戻ります。ここから入るとプールとか室内プールとかあった場所ですね。室内プールの場所がこっち側にあったりします。こんなスパもありますね。ホテルもこういうリゾートホテルもありがちですがスパもあります。そしてここはあれですね、プールの後にちょっと覗いたキッズスペースですね。ここは0歳から1歳児用のキッズスペースです。でこちらは屋内プールの方に戻ってまいりましたっつっても昨日の夕方ですが、こちらが入りました。っていうか結局再入場1回もしませんでした。エレベーターホールですが、大宿狩さんは国の天然記念物でございます。持って帰らないようにしてください。それではお部屋へ戻ります。それでは着きましたっていうかエレベーター来ました。戻りまーす。よしよしということで、近いということで、こちらにかざして中に入ります。面倒ですけどセキュリティはいいですね。それではお部屋に戻ってまいりました。838よいしょー、ガチャー。ということでお部屋の方に戻ってまいりました。こんな感じの景色ですって何度も見てますが、こんな感じの景色で、さっき言ってたガーデンプールですね、こっちのメインプールと、あと水がなくなっている、後で改めて見ると分かりますね。ここ夏場は水がいっぱいある感じですね。でも今は水が抜かれているウェーブプールの場所です。そしてチャペルと、この右側、こちらの右の隅の方から抜けていくとタイガービーチの方に抜けていけるような感じになっていました。ということで本日はホテルモントレさんの方をご紹介させていただきました。一泊だけでしたが、ちょっと最後バタバタとご紹介させていただきましたけど、やっぱり散歩は初日にしないといけないですね。帰る間際にするといろんな発見があるので、ぜひ初日にしたいなと思います。今度からは初日にしてからプール、そんな感じがいいですね。そして散歩して感じたのがプール、なかなか遊び応えがありそうなプールですね。結構広いので、メインプール、そして波のウェーブプール、ビーチもありますけどウェーブプールまであって、なかなか楽しそうだなと思いました。ぜひ来年の夏場こちら来れたらいいかなと思いますが、来れるかなちょっと分かりませんけど、普通に泊まるとこちらいいお値段するので、今回沖縄再発見でかなりお安く泊まることができました。なかなか良かったです。ご紹介することもできて、なかなか沖縄再発見さんありがとうございます。っていうか沖縄県か。こういったお得情報もお届けさせていただきますが、また別動画でもお話しさせていただくと思いますが、沖縄再発見も来年まで延長されたみたいなので、またお得に行けるホテルなど探して、またご紹介もしてみたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで本日は改めまして、ホテルモントレ沖縄さんのご紹介させていただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報をお届けさせていただいております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら、高評価ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリークラップ、バイバーイ。